チャプター1民法基礎知識1売買契約から学ぶ民法基本の基このチャプターから民法の学習をしていきますまず本題に入る前に基本知識をいくつか見ていこうと思いますその基本知識売買契約から学ぶのが効率的です売買契約を通じて民法の基本概念を勉強していきましょうでも売買契約とかというと なんかすごい堅物なイメージを持つと思うんですが皆さんがコンビニでも何かものを買う実はこれも立派な売買契約ですじゃあそういった売買の契約どの時点で契約になるんでしょうそれをことこの図を使って説明していこうと思います状況を説明しますと左側にこうさん土地を持っている人がいます右側におっさん 買いたい人がいるんです。こうはこうで乙に売りたいと思っている。乙は乙で A の土地を買え、甲の土地を買いたいと思っている。お互いある意味相思相愛の状況です。恋愛を考えてください。どうすれば太郎花子お付き合いを始めるでしょう。花子さん好きです付き合ってください。私もですお願いします。こんな感じですよね。実は契約も。 実は同じようなもんなんです。まず片方から話を持ちかけるんです。すみませんおっさんこの土地一個あるんですけどどうです一戸万で買いませんかねとこの話を持ちかけます。この話を持ちかけるっていうのを申し込みの意思表示と言ったりします。 申し込みの意思表示。それに対しておっさん側、オッケーを言うんです。ああその条件ならいいっすよ。このオッケーを出すっていうのを、承諾の意思表示って言うんです。申し込みの意思表示。そして承諾の意思表示。実はこの時点で契約になっちゃうんです。もうちょっとお見せしますね。 これ順番が並んでると思って話を持ちかける OK を出す契約書を作る代金を払うこれですが契約になるのは2個目承諾の時点なんですこの時点で契約なんです実はこれ契約書を作るってところ実はこれいらないんですよここ。 あのコンビニでお茶買うときにあ「すいませんお茶ください」あ「じゃあ契約書ですね」書いたことないでしょ実は契約書っていうのは「作る作らない作んない」は2位なんです。じゃあで作るのっていうと例えばこれ「後で言った」とかね「言わない」とかもめたくないんですよ金額がいくらだとか。高額なねやり取り高額な物品だった場合。 後々の証拠のために作るのが契約書なんです決して契約を成立させる条件じゃないんですよはい、じゃあ今言ったことを民法の条文を使って確認してみましょうここに民法の条文が載っています条文というのは 読んで理解ができればいいんですもっと言えば受験で受ける条文というのは覚えるものではありません暗記するものではありませんこれは理解の手助けのために使うのが条文なんです受験においては理解の手助けになるものなんですなのでこれから条文を出したとしてもこの条文を一言一句覚えなきゃいけない そういうふういふには思わないでください。その上でこの条文の作りですが2って書いてあるとこありますね。これを2項と言います。何も書いてないとこありますね。でこれを1項と呼びます。じゃあ522条1項と2項まず1項から読んでみて。 どの時点で成立って言ってる承諾したときに成立って言ってるよねじゃあ次契約書がいるかどうか二項を見てやって契約書作るこれいらないよって言ってますよねこのように契約というのは申し込みと承諾この二つでいい ある意味口約束でいいってことなんですじゃあこの口約束で成立したらどんな効果が生まれるのとそれが次の図になります大きく言うと2つ代金債債引き渡しの発生もう一個が所有権移転じゃあまず1番の方から「 説明をしていきます上の図を見てください。これはどういう図かというと、これね、売り主は買い主に代金債権を持つ。こういう図なんです。売り主は買い主に代金債権を持つ。この債権という字は、 請求する権利、請求する権利という意味です。つまりここで言うと、売り主は買い主に代金払えと請求できる。売り主は買い主に代金払えと請求できる。こちらね、債権の矢印が来たらね、矢印の視点から先に対して、 ししろ何々しろとこうね矢印がね刺してるイメージ請求しているイメージを持って持っている人が相手に対してね「何々しろ」って言ってるイメージを持ってくださいまあかいこと言ってますけどこれ当たり前のこと言ってますよねえっと売ったら買った方に金払え当たり前ですよそのの当たり前のことを 権利で表現できるように権利という言葉を使って表現できるようにしてほしいんですもう一個あります下を見てください買い主は売り主に引き渡し債権を持つ債権何々しろ何々しろ買い主は売り主に買った土地を引き渡せ 早く渡せと言えるこれも当たり前ですよねあの買ったんだから早くよこせよと、うん、当たり前のことを難しい言葉で言っているだけです「債権」という字人に対し一定の行為を請求する権利何々しろと一方 債務という言葉もあります債権に対応する義務実はこの上の矢印代金債務って置き換えてもいいんです代金債務で代金債務って置き換えた場合こうなります買い主は売り主に代金債務を負う買い主は 売り主に代金債務を負う債務というのは義務です買い主は売り主に金を払う義務がある当たり前だよねこれもねこれって結局なんですけどこれ矢印ねこの一本の矢印をどっちから見てるかなんですよ 一本の矢印を持っている人から見るのか刺さっている方から見るかの違いなんです矢印の視点から言ったらこれは債権という意味権利です一方矢印の刺さっている方刺さっている方刺さっている方から見ればこれは義務債務って言うんです一本の矢印を 持っている人から見れば権利刺さっている方から見れば義務それを言ってるだけなんですねじゃあちょっと下の方下をこれ債務って言葉を使って説明してみてこれいきますよ売り主は買い主に対し引き渡し債務を負うこう呼ぶわけです売り主は買い主に対し引き渡し債務を負う 売った人は買った人に渡す義務がある当たり前のことを言ってるだけですこれが一つ目の効果代金債権もしくは債務引渡し債権もしくは債務の発生というところになりますもう一つありますこれが所有権移転 というものです所有権というのがありますちゃんとした定義は後の講義で説明しますとりあえずこう持っておきましょうこの所有権自分のものだと主張できる権利です自分のものだと主張できる権利これが所有権ですこれって売買契約する前に どっちが俺のもんだって言えますかねいやいや当たり前だよ売買契約する前は売り主がこれ俺んだって言えるんです実は売買契約があるとこの俺のだっていうね権利がピッとこっちに移るんですよだから今後はこれは,これは俺んだっていうのは買い主が言えるんです これもある意味当たり前です「買ったんだから俺んだ!」って言えるのは当たり前ですこれ所有権がこうやってここっっちにやててきますこれなんいうかっていうと「所有権移る」「所有権移ると言ってもいいんだけど法律の世界はう漢字が大好きです」「全部漢字だけで表現しようとしがちです」「こちら」 所有権移転所有権移るではなく所有権移転と言ったりするんですこれが売買契約の効果2つ目になります1つ目は代金の矢印引き渡しの矢印が発生するもう1個は所有権これは自分のだと言える所有権という権利が ピッと移ってくるこの映る様を所有権移転と言います、はい。ということでこのチャプターではどうすれば契約になるかそして売買契約の効果は何かというのを学習しました。いま一度復習してください。どの時点で契約なんだっけ申し込みと承諾が揃った時点です。でその効果は何ですか 代金の矢印引き渡しの矢印が発生するってこととあとは所有権がピッと移ってくる所有権の移転というものですねはいこれが民法の初めの基本の「き」となりますではこのチャプターの方は終了です「チャプター2民法基礎知識2 法律要件、法律効果。こちらの図を見てください。これどういう関係かっていうと、ざっくり言うと、何があったら何起きる。何があったら何起きるという関係です。例えば、チャプター1の復習をすると、売買契約というのがあると、代金債権、引き渡し債権の発生、所有権移転というのが起きる。 何があったら何を切る実は民法の学習の八割以上がここなんです民法というのはどういうことがあったらどういう効果が起きますかとこのペアリングを覚えていくこれが民法学習の基本になりますで、この組み合わせにはとてつもない数があります今回はプラス二個ご紹介したいと思います これは相続という組み合わせになります相続ということがあると権利義務の包括承継というのが起きる。でもうちょっと詳細にいくと真ん中のところ人の死亡というのがあると相続という法律要件が完成する。すると権利義務の包括承継が起きるんだと。 具体的に説明していこうと思います上が A さん下が B さん親子の関係と思ってくださいこの親子の関係で A さんが死んでしまいました死ぬと相続という状況が発生しますどうなるのかとまず A と B 肩書きがつきます肩書き A さん死んだ方の肩書きを非非相続人 B さんまあ生き残った方と言ったら意識してたんですけど B さんの方を相続人と言うんですまず肩書きがつきますそして次ですこちらを見てください ここに親の残した財産があるんです親が残した財産があるんですこれがどうなるかです一つにくくられます一つにくくられてまとめてドン一つにくくられてまとめてドンっておりますこの字に注目してください 包括包んで一括してドン包んで一括してドンまとめてドンってイメージを持ってください包括象形まとめてドンじゃあもう一回いきますよ人が死ぬと相続ということが起きる何が起きるかっていうと横相続があれば 権利義務がまとめてドンちょっとここ注目ねあのー、まあお父さんの方が土地建物現金代金債権といいものも持っていたんですが払ってない債務渡してない義務があったんですよ。実は そういった嬉しくないもの、嬉しくない義務もどんと下に降りてきちゃうんです。僕、権利だけ欲しい。そういうわがままはできません。引き継ぐんであれば、権利、義務、全部を引き継がないといけないんです。ではこの部分、条文で確認しましょう。 前回も言いましたが条文は理解すす。るための道具です覚えなくちゃいけないという類ではありませんではこちら読んでみてくださいでこちら「一切」って字が入ってるね「一切全部だよ」そしてその後に「権利」と「義務」って字が入っているの気づいたでしょうか義務って字ね でちょっと条文の読み方を一つここに「ただし」って字がありますね。で、条文の中に「ただし」ってあった場合は、例外とか除外を指します。例外とか除外。これは違うぞこれは例外だぞっていうのを出していくんです。ちょっとこれ読みますとね。ただし、非相続人の一心に専属したものは、この限りでない。つまり、 承継しない承継しないという意味なんです俗にこの一身に専属したものっていうのを一身専属権と言ったりします一身専属権具体例で言うと運転免許や司法書士の資格運転免許や司法書士の資格 ぶっちゃけて言えば、その人だから得られた権利、その人だから認められた権利、その人だから認められた権利これは下りないんですあ、まず先にね、あの運転免許というのはカードのことじゃありませんあれは行動、道路を走れる権利なんですよ道路を走れる権利なんです お父さんは運転免許を持ってました。お父さん死にました。子供が言います。あ、お父さん死んだ。あ、降りてきた。運転免許だ。よし、今日からのぞぶ。ぶーンまずいですよね。あのお父さんだからこそ、あの運転できる技術があるから、お父さんに与えたんです。こんなの、下ろしちゃまずいんですよ。ってことで、全部が全部降りるわけじゃない。一新専属権。 その人だから得られた権利はおりないこの一身専属権どんなものがあるかは後々のチャプターでまた説明していきます以上で相続の組み合わせは終了ですでは次は不法行為という組み合わせを紹介していきます何があった 何起きる不法行為というのがあったら損害賠償債権が生まれる下の図で説明します不法行為まず交通事故でイメージしてください交通事故こちらのドライバーがバーンとこちらの方は跳ねちゃいました跳ねてしまってこのこちらの方 治療費などど万円ほど損害が出たんです資料費とか仕事に行けなくなったとかじゃあこの白い人何かできないかとっていうと被害者100万損害があった加害者に対し損害賠償請求権という権利を持ちます再検定時 なななないいににししろろだねないなにしろ損害を賠償しろと損害を賠償しろと請求できるんです被害者は加害者に対し損害,を損害の100万を払えとこう請求できますこれが不法行為といったものの効果です もちろん、Y から見ればこれは債務、義務ですよ。支払わなきゃいけない義務を指します。では、これを条文でも確認しましょう。では、まず条文、お読みください。で、必要なパーツ、本当はいっぱいありますが、最低2ついきましょう。 故意または過失という字と。損害って字です。こちらも載せました。故意または過失と損害。故意というのはわざと。過失というのはうっかり。こ意に合わせましょうか。故意というのは。えい。わざと引く。 過失というのはうんドンえあ,あ、当たってるうっかりこのようにわざとあともう一個はうっかりこれが必要です他にもいろいろ必要なものがあるんだけどまず最低限この2つを今覚えちゃってください濃い過失でもう一個は損害です損害 向こうに何かの損害が出ない限りは実は賠償請求ってできないんですだからあのなんかバーンってぶつかったけど怪我もないしうん別に普通に仕事も行けるしとってなると実は損害がなければ全く賠償請求ってできないんですで他にも要件ありますがぜひこの2つを今覚えちゃってください故意または過失あともう1個損害この2つがあると 本当はプラスいくつかあるんだけどね。この二つプラスアルファがあると損害払えと。賠償しろ、金を払えと言えるんだと。では、この条文を見ながら答えてほしいことがあります。交通事故に限定していると読み取れますか。 読み取れないよね。実はこの不法行為による損害賠償というのは損害賠償のオールマイティで使えるんです。損害賠償をしたいって言った場合はまず七百九条これを検討するんです。大体でいけるんです。七百九条っていうのがであまりにも大体でいけるということで有名すぎるのでこの条文番号は。 多分覚えちゃいますあまりにも何回も出てくるから709損害賠償のオールマイティあまりにも多く出てくるから条文番号は結果的に覚えちゃうと思いますということで、えー、要件・効果の組み合わせ売買相続不法行為この3つを紹介いたしましたこのチャプターの方は終了ですお疲れ様までした えチャプター26物件総論えここからはえっと物件の学習に入っていきますまず全体的に物件ってどういうものを学習するかをこの図を使って説明しますまず冒頭では物件の共通項を勉強しますでその後に一番のメインテーマ物件変動所有権や抵当権生まれたり移転したりなくなったりする場面を見ていきます その後、一個一個の物件を見ます。占有権、所有権、擁益物件と一つ一つの権利を見ます。次、こちらも一つ一つの権利なんですが、主に担保。お金を回収する権利については、別に、理論だってあります。別項目になってます。お金を、ね、借りて回収する権利は別項目になっていると。 こんなように思ってください。では、物件の共通項を一個一個見ていきましょう。まずは、物件的請求権というものです。あの、時効のところで説明した内容があったと思います。それを真似てもう一回いきましょう。A さんが土地の所有者で C がなぜか住みついてる。そういったら A は C に出てけ、返せと言えるって言いましよね。 でこれを使わないと時効で分取どられちゃうとでこういったもの物件的請求権ですが実は3タイプあるんです3タイプ1タイプ目が今この画面に出てるものです物件的返還請求権まあ日本語通り返「返せ」です返せ 次 A さんの土地にねなぜか B の木が倒れてきたんですよでこの場合 A や B 何て言いたいかって言ったらどかせって言いたいよねこの「どかせなんとかしろ」というのが物件的「妨害排除請求権」と呼ばれるタイプです。 じゃあ次、A の土地と B の土地があって、B の土地木がグラグラ状態です。A としては何と言いたいかって言ったら、も、ま、う、あ、ざっくり言えば何とかしろと危ないから何とかしてくれと。こんなのを物件的妨害予防請求権って言うんです。まあぶっちゃけあの漢字が難しいんですよ。あの言ってることはそんな変わり、まあの難しくありません。あの返せ。 どかせ、何とかしろと。かえせ、どかせ、何とかしろと。いうことで、別にその漢字が難しいだけと思ってもいいと思います。ただ、ちょっと共通することを言うと、冒頭の三文字が所有権と書いてないでしょ物件的っい書いてあるでしょですからよいしょ。これ。所有権だけでなく、他の物。 権でもこういった権利が認められる例えば前の方のチャプターでやったもので言うと地条件とか地条件に基づいて出てけどかせなんとかしろそんな風に言えるんです。抵当権も物件ですが抵当権についてはちょっと3つ言えるとは言い切れないのでちょっとここは保留しておきます。 でどんな方に対して言えるのかと載ってるんですがこれ一番左の返,返還請求だけ押さえてくださいこれは不法占有者に対してだけ使えます本試験の問題でも彼は不法選挙ですかどうかって聞いた問題があるんですあ返還請求できますかと彼に返還請求できますかっていう問題それは言ってる意味は彼は不法選挙ですかと,と聞いている問題なんです 例えば、えー、自分が賃貸借である人に家を貸しましたでその方に物件的返還請求できるかって言ったらもうできませんよだって賃借権って権限があるんだからはいこんな感じで不法占拠かどうかっていうのを聞いたことがありますじゃあ次です濃い過失とこれ全部不要になってます何かっていうと 自分が下着を外に干してましたそしたら下着が風りぶわーっと飛んで隣の根本さんちに飛んでったんです根本さんはこう下着を持ってます根本さん落ち度全くありません返せって言えるんでしょうか <laughs> 俺には落ち度がないよって下着は返さんぞいやおかしいよねこれは向こうの落ち度があるない関係なく物件的請求は可能ですちなみにあの 根本さんがわざと下着を盗んで持って帰った場合っていうのはもちろん物件的返還請求はできるし故意過失に基づいてやってるんであれば不法行為による損害賠償請求だってもちろん可能ですでこの物件的請求権なんですが誰に対して使うかというのがよく出ます特にこの事例でよく出ます何かっていうと A の土地なんですよ A の土地で晒しだったんですそしたらある日びっくり建物は勝手に建ってるでしかもこれ建物を B が C に売っちゃってる次のチャプターで言うんだけどね B の上に「を切ってあるでしょこれ名義と思って名義役所のね役所の方行くと名義はまだ B なの役所の方で見たらね 所有者の名義は B だけど実際もう売って C に行ってるのそう思ってください A は誰に対し建物宗教土地明け渡し請求をすべきかかい言葉書いてます返還請求の一つです返還請求と妨害排除の一部です建物宗教建物壊せ土地明け渡し土地返せ あのどかせって言えるよね返せって言えるよねあのだから壊して返せと壊して返せと言うんだけどこれ誰にやるべきかって言ったらこれ壊せるのは所有者ですよ所有者は壊せるんだからはい所有者に対して言うべきなんですただ問題は 所有権って目でで見えないんです誰が所有者なんていうのはぱっと見た時に「おあいつだ!」なんて分かんないんですよ。ってことで例外次の要件を全て満たす場合は B この B っていうのはさっき言った話ですが役所役所に名義人として書かれている人。 役所の名義人で書かれてるんだったらこれはね目で見えるんですよ目で見えるんです誰が所有者かは目で見えないだから名義人に対してもいけるんだと名義人に対してもいけるんだってことだと思ってください細かい要件はおいおい勉強していけばいいと思いますまずは真実の所有者に行くでもそれが目で見えないからこれ役所に と役所にある名義に対してもできるんだとまずはそんな感じに押さえておきましょうでは次の共通項に行きます一物一権主義同一物上に両立しない内容の持つ二つ以上の物件は成立しない 例えばこの図でこの自転車があって A さんが所有権を持ってます A さんが所有権を持ちながらも別の人間が所有権を持つこれはできません一つの物に矛盾する権利が二つ成立できませんこれが一物一権主義の一番根元にある考え方です ただ実際にはこの形ではほとんど試験には出ません。出るのはこんなふうに出るんですよ。これね自転車1個ね所有権って書いてあるでしょ。自転車1個〇〇 a が買う。OK よ。ほう。この見て担保権。自転車1個〇〇担保権を指す。 オッケーよとはあダメなの見ようかこれがダメなケースなんですよ上ねあのこれ後輪だけ所有権を持つ後輪だけ買う前の方前輪だけ担保権をつける ここういうういいいのができないっていうことちょっとえー、っとね下の図を使いながらいきましょうわりお前さ降臨うってくんないあいよいよ外すねやめてくれよ外すのはどういうこといや外さないままでさあってくんねえかなお乗ってんのはお前が乗ってていいんだけどいやけどけどね降臨、ね、は俺のね降臨だけ俺のね。 だから外,か外さないでその物のままその一部分だけ売ってくんねえかと一部分だけ売り買いはできない一部分だけの売り買いはできないこういうふうに出てくるんですちなみに聞きたいんですけどサドルだけ買いいたありるかとあ、外さないよ外さないでサドルだけ買いたい 後輪だけ買いたいたあり得るかって言ったらいいそんななことするやつはいないよサドルマニアとかね後輪マニアでも外してて持って帰りたいよ一般的には物の一部だけを買うっていうのは社会的な需要がないんです、まあ、もっと言えばそんなことをやるやつはいねえとでもね物の一部だけ買いたいっていうのはものによってはあるんですよ これが土地の場合なんです土地の場合、広大な土地があって右端だけ買いたいこれはあり得る話ですなので土地であれば物の一部だけを買うというのはありにします。 ただなんですが、ちょっとまだやってない用語が入って申し訳ないんですけどね、実はこれ、名義変更は少しめんどくさいことなんです。で、この名義変更については、実は面倒なことになって、実は一つの土地があったんだけど、一つの土地、このままでは名義変更ができないんです。で、この話については、ちょっと登記という制度をもう少し説明してから戻ってきますので、ちょっとここについては後回しにさせてください。 ここまでについては、物の一部だけ売り買いできるかって言ったら基本できない。でも、土地については、一部分の売り買いというのは、社会的な必要性もあるので、認めてる。ちなみに、建物どう思う割、階段だけ売ってくんねえか。あ、外さないで。外さないまま、お前んちの階段だけ欲しいんだよ。いないよ、そのやつは。ってことで、土地だったら OK だというのを押さえてください。このチャプター、終了です。 チャプター27、物件変動基礎知識1えここでは毎年と言っていいほど出る論点なおかつ司法書士の業務のメインである物件変動についての基礎知識をやっていきますでまずこの物件変動の定義を入れておきました一番上です物件の発生変更消滅 所有権などが変、生まれたり変わったり消えたりすること。抵当権が生まれたり変わったり消えたりする。この変わったりっていうのはほとんどが移転です。所有権が生まれる、所有権が移転する、所有権が消えると。そういう話を見ていきます。次の図に行きましょう。5、1、5月1日というニュアンスです。 5月1日に交通間で土地の売買契約が成立した。絵を見てもらうと。売買契約が成立すると、お互いが債権の矢印を持ち合う。なおかつ、甲が持っている所有権という権利がピッと移る。そういう効果があるというのを説明しました。チャプター1の話、ね、で、今回注目するのは、 この所有権が移るところです。百七十六条という条文があります。見てやってください。のみってところがポイントです。意思表示のみによって効力を生じる。国によってはね、所有権移転は。契約。 意思表示プラス届出意思表示プラス役所への届出で,で所有権移転するって国もあるんです。ですが、日本は意思表示だけ、意思表示だけで所有権移転定当権の設定等権がの,の発生物件が生まれたり、変わったりするのは意思表示だけで物件が生まれたり、移るのは意思表示だけで生じる。 としていますでこれをよく石「石主義」と呼びます石主義石だけで物件が生まれたり石だけで物件が移転するってことね届けは要件じゃないよということねはいじゃあ次次のね赤字のところに行きましょう じゃあ物件変動は、どのタイミングで起きるのと。意思だけでいいのは分かったけど、どのタイミングで所有権飛んでっちゃうのと。っていうと、契約の時に飛んでっちゃいますよ、と。これ前のページの通りね。5月1日に契約になりました、と。契約のタイミングで所有権が飛んでいきますよ、と。 これ売り主面白くないんですちょっとこれ金もらってますこれお金そうお金受け取ってないんですよお金を受け取ってもいないのに所有権だけ分取られちゃうんですこれは面白くありませんそこでね現実的にはこの例外を使ってます 特約契約のオプション特別な約束契約のオプション条項をつけているのがほとんどです具体的には次の図見てやってください見てくださいなおからの、ね、あとねお金もらったら所有権は移るよとお金もらうまでは 所有権は上げないからねとこのように特約をつけることとがほんんどなんですこの民法はそうでもないんですが次の科目に行くとどの日付いつ所有権が移りましたかとっていうことを認定することが必要になりますなのでどのいつのタイミングで移ったかそれを意識できるようにしておいてください。 では次行いましょう。工事の原則。物件変動を外部に見えるようにすること例えば「陶器と物件変動があったら目で見えるようにしてほしいと物件変動があったら目で見えるようにしてほしいこれが「工事の原則」っていうものですでここで「当期」って書いてますけど これ何なのかと。これ明日の四行に入れました。見てやってください。こうね。不動産と登記とありますよね。でね。不動産といった場合は。土地建物と思って。土地建物。で登記というのは。 情報公開情報公開ですから不動産登記というのは土地建物の情報公開制度土地建物の情報公開制度って持ってほしいんです実は、えー、一つの土地 1>, 1つの建物ごとに法務局っていう役所がデータを管理してます1つの土地で1データ1つの建物があればもう1個のデータでそのデータにはいろんな情報公開をしてるんです情報公開ですから誰でも見れます所有者じゃなきゃ見れないとかそんな縛りはありません誰でも見れるんです 一つの土地ごとに一個データ、建物ごとに一個のデータがあって、みんなに公開してるんだと。で、600円もしくは700円お金を払えば、誰でもこのデータのプリントアウトがもらえます。じゃあこれ、どんなものをね、情報公開してるかっていうのを見ていきましょう。これ、全部で3つのパートに分かれてるんです。3つ。 これを1パートずつ説明していきます。まずは一番上のパーツです。別データにしましたい。このパーツを表題部と言います。表題部。ここはね、物理的な状態の情報公開です。物理的な状況。物理的な状況の情報公開。広さだとか、 何階建てだとかそれいういつ作ったかとか載ってるでしょこの物理的な状態を示すのが表題部部という部分です次は権利部ってところに行きます権利部っていうのは権利の情報公開です。 でこの権利の情報公開が2つに分かれてまして「こうく」っていうパートと「おつく」っていうパートに分かれますでこれはどんな権利を公開するかで違ってるんです「おつく」っていうのは所有権以外「こうく」っていうのは所有権だけ コークを見ると所有権以外に抵当を指したりとか地上権を指したりしてないかが分かるんですそこをもうちょっと細かく見ましょうかコ区クのところねでコ区クのところですが今 一番で所有権保存とあります。これがイメージは初代所有者。初代所有者を表しているところと思ってください。初代所有者が野口太郎さんだってわかります。二番所有権移転。とあって。大山花子が買っている。平成十八年に買っているってのわかります。今の所有者は誰。そう、これ大山さんです。 とりあえず登記簿の見方としてはね一番下に書いてあるのが今の所有者一番下に書いてあるのが今の所有者とまず思ってくださいはいそして次にこちら定等権が刺さっってているっていうのはわかりますこれよくよく見るといくら借りたかとかもねわかるんですよいくら借りたとかもわかるんですね これが不動産登記をコーク・オツクの情報公開している内容ですちょっとこれで前のチャプターを説明させてくださいこの話覚えてるでしょうか土地の一部分だけを売り買いするえこういうことはできるかって言ったらできますよはい、ただなんですが買った人名義変更をするのには実は一つハードルがつくつくんです これね今ここだけで1個の等規模なんですよ1個の土地で1個の等規模なんです分泌等規ってあるんだけどこれね白とは別に灰色の別データ別データを作ることなんですよ別データでねイメージで言うと今ねこの等規模のデータが1個あると思って1個あると思ってあのねパソコン上にそのデータが置いてあるってイメージ持ってワードでもエクセルでもいいでそのデータ 右クリックしてコピーして貼り付けてコピーして貼り付けてそれがこの分泌ってやつなんです別データを作るまあもちろんねあのこのね表題部のこの大きさ大きさとかねもちろん変えることになるんだけどこの別データをつけるっていうのが分泌登記って意味です登記を別にして移転登記名義変更をしてくださいと 一筆の土地の一部分だけ買うのは OK だけど別データ化してから移転登記をしてください。ってことなのね話を戻し先に進めましょうはいで登記簿毎回毎回その本格的なものを書くと見づらくなってしまいますのでちょっとこんなふうに簡略化させてください。 A さんがめいて、て、こうににっったと、今の所有者が「オツなんだ」ってのが分かればいいですで、す。このオツなんだーっていうねこのこいつのこと買ったら普通まあイメージで言うとイメージとか一般用語で言うと名義変更ってことをするんですがこの名義変更をすることっていうのを俗にね「登記をする」とか「登記を備える」ってよく言ったりするんです。なあ備えるってなんか横に置くみたいなイメージなんだけどそういうわけじゃなくてね まあこれはもう用語なんであのこれはもう慣れてくださいでこの名義変更なんですが実はただじゃできません手数料結構取られるんですこれね不動産の価格の1000分の20持ってきますだから2000万の土地であれば40万持っていくんです名義変更だけで40万持っていくんです でしかもですよ、この名義変更は、義務じゃないんですやんなくても罰金とかないんですよ。罰金はない、やったら40万、名義変更したら40万、やんなくても罰金はないの。でもね、みんな名義変更するんですよ。それは、この条文があるからなんです。 で、条文の言葉の中に対抗するっていう言葉があります。この対抗するっていうのは慣れてください。主張するっていうニュアンスです。ってことで、この177条を分解すると、この3段になります。物件変動があっても、名義変えないと言わせないよと。もうちょっと翻訳するとよこ。売買契約して所有権の移転があっても、 陶器を備えないとあなたは所有者と言わせないよと、こういう条文があるんです。なんでこんな条文があるのか、そしてどういうふうに使うのかについては次のチャプターにしましょう。このチャプターは終了です。